仕事の壁にぶつかり、これからどう自分の人生を歩んだらよいのか、その答えを求めて神々が遊ぶ庭にやってきた。そこで偶然一人の女性と出会い、私の運命が変わることに。カムイミンタラの神々は私のそんな運命をも知っていたのだろうか。6月でも残雪があるそうですから、雪のない日はわずか2ヶ月余りなんですね。見事なエメラルドグリーンですね。撮りますね。はい、チーズ。ありがとう。はい、じゃあ今度はあなたたち撮ってあげるから。はい、カメラ貸して貸して。もっともっともっと近寄って。はい、行きます。はい、笑顔でね。はい。硫黄の匂いがしますね。今も生きてる。高山植物を守るためでしょうね。そうですね。歩ける時期は1年でたった4ヶ月ほど。もう間もなく長い冬が始まるんですね。鏡池とすり鉢池、それぞれ名前があるみたいですが、二つ合わせて夫婦池とも言うみたいですね。もしかして私たち反対に回っていたのかしら。
僕も今気づきました。案外これで良かったのかもしれない。負け惜しみ？ユコマンベツってアイヌ語で湯に向かっていく川という意味で、ここは古くから温泉の湧く土地なんですって。春にもう一度来てみたいと思っていたんです。それも夢に終わりそう。何か来られない理由でも？一人で来られたんですか？いつも一人。みんなどうやって生きているの？どうしたら生き続けていけるのかしら。生きてるって、初めて訪れた山で偶然出会った二人が花を見て喜び合って、息づりの二人がほんのひととき語り合う。人が生き続けられるのも案外そういう偶然に助けられてるのかもしれませんね。今日の僕たちみたいに。すいません、こういうのは答えにはなりませんね。なんだか急に勇気が湧いてきたみたい。Thank you.
そろそろ山を降りないと。上まで登らなくてよかった。今夜はこちらに泊まり、明日の朝早く東京に戻ります。僕は今夜の夜行で旭川を立ちます。私、矢吹優子、今日あなたに勇気をもらいました。東京永福町のコニーという喫茶店にいます。機会があれば一度いらしてください。今日はありがとう。お元気で。みんなどうやって生きているの？どうしたら生き続けていけるのかしら。春にもう一度来てみたいと思っていたんです。それも夢に終わりそう。巡り合った。
離れてもあなたのその笑顔忘れないよ愛を